そして5番フリーシア、9番レイモンドワードが入って、まだ半数以上残っています。7番メインターゲット、12番フラッキベントが入って、ゆっくりとしたゲートという4番ダイスローブ、そして5番に8番キネストラ、あとは10番グレイクレストが入って、最後は10番ウィンチャーが、今収まって全馬ゲートの中です。スタートしました。13番コメダルのデュバー候補、まずはオーダーシングル番カフェサントリオンです。押して押して10番グレイですと飛ばして払い、さらには16番ウィンチャーが3番手から2番手に上がって、4番で11番ロンキングバースです。その順ですが、3馬身離れて9番レイモンドバロン、さらには7番メインターゲット、3コーナー回って8番ディネストラ、直後に1馬身半後方、3番セイフバーク、内から1番ザイラです。この集団の外に10番バックリバー、3コーナー中間、2馬身離れて5番フェルミスリア、4番のダイキンスコードラインがいます。 600m33秒8の通過、そして14番ゲバラがいって、あとは10番フラッキベット、そしてファンドチミラーさん最後を離れて13番タクラコービンです。6秒を切って竹田が4コーナーから直線コースへ飛ばして10番グレイテストリードは6番7番取っています。これから坂を迎えます。残り 400m を切る、2番手16番ウィンシャー、3番と6番バテサンドリオンです。外から9番レイモンドバローズ、さらに番9番ティテストラ、最後に広がっているか、前の16番ウィンシャーを乗せると接近タクラコービンで、レイモンド・バローズ体が向いてしまった、3番手6番バテサントリオン追って、ファンティネスラ4番手から3番手を上がっている、最後番フィンシャーロン、2番レイモンド・バローズ、フィンシャーロンゴール、2番レイモンド・バローズ3着接戦、8番フィンシャーロン、こちらのファンティネスラバテサントリオンです。強いな、写真判定の結果発表。